今はまだ大丈夫と思っていても、年齢を重ね気づかないうちに変化する髪と頭皮。未来の髪を守りながら美しさをキープし、数年先も美しい髪であり続けるために、加水スカルプケアライン。将来の髪の不安に対して、髪のプロ美容師の目線からは早めのケアをという声も。ケアを始める目安は男女問わず30代後半にはスタートすることをお勧めします。今の美しさをこの先も当たり前に、それが加水スカルプケアラインです。加水は環境づくりと仕上がりの2つの視点から5つの特徴を持っています。その特徴をご紹介しましょう。環境づくり、未来の髪を守るケア。特徴1、機能特化成分。バイタルプロテクトはスキンケアの化粧品成分です。肌の健やかさを保ちながら保湿ケアをすることで、張りのある頭皮へと導きます。当社が育んできた優しさと先端テクノロジーにより導き出された効果、その両方を叶えます。特徴2、浸透しやすい頭皮環境。エッセンスを角質層の隅々まで届けるためには、効率よく美容成分を浸透させやすい環境づくりが重要です。そのためにもスカルプ高浸透システムで3種のプロダクトを使用することで、適切な頭皮環境に整えます。シャンプーは余分な皮脂、頭皮汚れ、毛穴汚れ、皮膜効果を持つ残留物まで濃密な泡がしっかりと吸着し除去。健やかな髪の土台を整えるために、汚れをしっかり落とすことで頭皮をリセットします。トリートメントは頭皮の角層細胞や水分をつなぎ止め、角質層内の細胞間脂質を補い、整える作用があるセラミドを配合。ダブルセラミドが頭皮にアプローチし、美容成分の通り道を整え、潤いのある頭皮環境へと導きます。エッセンスではブースター成分が頭皮角質層隅々まで美容成分を浸透させ、負担をかけることなく効率的に浸透させることで、頭皮への効果も高まります。特徴3、頭皮トラブルケア成分。エッセンスを角質層の隅々まで届けるための環境づくりの第一歩は健康な頭皮から。トラブルケアで未来の美しくなる頭皮力を邪魔しません。5つの頭皮トラブルを解決するためにケア成分がアプローチ。皮膚科学の確かな視点で一つ一つの成分に着目し、バランスよく配合しています。仕上がり、今の美しさをキープするケア。特徴4、ヘアケアでボリューム感のある髪へ。髪を根元からケアすることで、ふんわりと軽やかな仕上がりを目指します。植物の力から生み出されたレオガード DGG が、内側と外側の両方に根元からアプローチすることで、髪に張り、コシを与え、ふんわりとした質感へと導きます。頭の力に着目したプルランが髪表面に付着し、しなやかな皮膜を根元から作ることで、ふんわりと軽やかに立ち上げます。特徴5、頭皮エイジングケアでボリューム感のある髪へ。年齢に応じたケア、頭皮のエイジングケアで張りのある頭皮にアプローチします。浸透型ナノカビタミンとバイタルプロテクトで潤いのある頭皮へ。さまざまな要因で起こる頭皮エイジング現象だからこそ、複合的にアプローチします。浸透型ナノカビタミンではビタミン A、B が張りのある潤い頭皮へと導きながら、ビタミン C、E が製品の抗酸化処方を実現しました。またバイタルプロテクトが保湿ケアをすることで、張りのある頭皮へと導きます。環境づくりと仕上がりの2つの視点から5つの特徴を持つ加水。加水は
未来の髪を守りながら美しさをキープし、数年先も美しい髪であり続けることを目指します。加水スカルプケアライン。